クート奏者の小島彩香です。今日はとても素敵なスペースで、素敵なピアノと素敵なバーで演奏ができてとても楽しかったです。今後とも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。第2楽章は淡い夢のような第1楽章とは打って変わって、葛藤や焦燥感、強い意志が感じられます。